白井、調子はどう？絶好調だよ。ケイこそ大丈夫なの？もちろん絶好調。勝負の日にコンディションが整ってないのは相手に失礼だからね。お互い言い訳できないくらい調子は良さそうだね。調子良くなかったら降りるつもりだった？まさか。それでこそ。始まる前から火花散ってるね。やる気十分だね。はい、皆さん、まずは準備体操をしてください。よし。うわ、何それ、白いタコみたい。やっぱりひなこちゃんはすごいな。何、柔軟は基本でしょ。ほほー、どうやら運動ができるっていうのは本当みたいだね。どうだ。どうしてユズが得意げなの？柔軟に集中してるひなちゃんの心を代弁したの。あなたたちも柔軟しなさい。すみません。よし、みんな上がったし、そろそろ勝負を始めようか。いつでもいいよ、私は準備万端だから。いよいよだね。私がドキドキしてきたよ。ルールを確認するよ。 50m ターンの時に5秒以上の差をつけた方が勝ち。 OK？ 大丈夫だよ。あれ、 50m の競泳じゃないんだ。うんうん、ちょっと特殊なルールかもね。僅差だとどっちが勝ったか分かりづらいからね。ということは同じくらいの実力だったら持久力勝負か。お昼休みなくなっちゃわない？それじゃあ始めるよ。審判は、決めてなかったね。西田、お願い。私タイム見てればいいの？ライムたちも手伝うよ。あれ、白井飛び込み苦手？まあ、そんなとこ。そっか、ひなちゃん。これは、不利になっちゃうね。これで言い訳は成立しないと。絶対に負けない。あたいこそ正々堂々いい勝負しようね。それじゃあ行くよ、スタート。ひなちゃん頑張れ。頑張れ。ひなこちゃん、審判は平等じゃないといけないんだよね。どっちも頑張れ。ケイ本気だ。だったら私も本気で答えなきゃ。差が縮まらない。水泳部ほどじゃないけど、やっぱりケイも運動部だよね。勝負どころを見極めないと。ここじゃ勝負してこなかった。 K の心理を読むなら持久戦を仕掛けてくるつもりかな。どうする、
次で勝負に出る。でも引き離されないので精一杯なのに、どうすればいいんだろう。持久戦に応じて勝機を伺う。どうして顧問に？ひなちゃん！よかった、無事に合流できたね。ユズ、ライム、どうして？一体何が？まさか、K が暴走を？ううん、暴走してはいないみたいだよ。え、でもそれじゃあどうして？わからないけど、多分ひなちゃんが無意識に指輪の力を使っちゃったのか。もしくは、K ちゃんの感情と共鳴したのか。つまり、放っておいても大丈夫ってこと？絶対に安全というわけじゃないけどね。でもせっかく来たんだし、ついでにフラグメント探してみない？安全な時に取るのが一番だと思うし。だけど勝負が。現実の時間は動いてないから大丈夫だよ。それともひなちゃん、すぐ勝負に戻りたい？うん、大丈夫。探しに行こうか。落ち着いて、気持ちを途切れさせないように。